はい、皆さんこんにちは、ワナリングの石です。戦国無双真田丸の続きをプレイしていきたいと思います。まずは、ナレーションの部分ですね、一緒に見ていただきたいと思います。信長の妹にして長政の妻であるお市は長政に幼い娘を託され城を落ち延びた。お市様、こちらへ。危のうございますぞ。さあ、お早く。第四章、奈落。武田信玄死す。その知らせは戦国の世を大きく揺るがした。信玄の後を継いだ勝頼は破竹の勢いで戦力を拡大する信長との決戦に向け慌ただしく準備を進める。信玄が残した思いと武田家当主としての重責は勝頼の在り方に大きな影響を及ぼす。変わりゆく友の姿を正幸は複雑な思いで見つめていた。すでに勝ちは見えておる。お仕事お仕事。徳川方に寝返った長篠城は捨ておけん。断固攻め落とす。ごもっともなれど、信長が自ら援軍を率いてこちらへ向かっておるとの知らせがあります。ここは軍を一時引くこともお考えになるべきかと。信長来着前に長篠城を落としてしまえばよいだけのこと。いや、信長が来るならむしろ好都合。一戦してこれを打ち破ってくれる。織田方の兵は4万近いとのことです。しかるに我が方は1万5千。いかに数が多かろうと、父上が残された武田騎馬隊の敵ではない。もはやくどくどとした軍議は無用。直ちに出陣するぞ。勝頼様のおっしゃりを心強くはあるがな、兄上。あれほど固くならお姿は見たことがない。いささか気負いすぎておられるのではないか。信任厚いお主の言葉なら勝頼様も耳を貸してくださろう。頼まれてくれるか、正幸。はい、兄上。勝頼様。父上の最後を覚えているか、正幸。はい、無論です。ここまでか。
王道とは見果てぬものよ。父上、そんな。父上がなくては武田は。情けないことを言うものではないよ。おことが武田を導いていくのであろう。はい、はい、父上。正幸、勝よりを頼んだよ。共に手を携え。はい、親方様。今日に武田の旗を。父上。親方様。形勢不利であることは私も承知している。だが戦わずに引くなどあってはならない。それでは父上に顔向けできぬ。武田の誇りのため戦わねばならないのだ。どうか力を貸してくれ正幸。勝頼様、しかしそれは。今瀬峠でも不況であったが私とお前で乗り越えた。今度もきっとそうだろう正幸。信長本隊到着前に長篠城を落とす、これが何より肝要です。正幸、援軍が近いと知れば敵の士気が上がる。敵の連携を遮りつつ迅速に軍を進めましょう。はあ、お前がそう言ってくれれば心強い。手を携え、必ずや勝利をこの手にしよう。はい、それでは出陣の用意をいたします。ああ、頼んだぞ。はっ、されば。そうだ、我らは勝つ、勝たねばならないのだ。とえどれだけの犠牲を払おうとも。勝頼様。ではここからですね、アクションパートに入っていきます。次の一手が、全部で3つですね、用意されているという状況で、手柄として3つですね。味方武将1人も配送させないとか、まあ3つ手柄が用意されてますので、まあ、その手柄もね意識しながらプレイをしていきたいと思います。で、例によってですね、アクションパートに関しては再生速度 1.5 倍ぐらいにしていますので、実況に関しては後付けで入れさせていただいています。もうここはね、長篠城の包囲戦ということになってますけど、史実でも徳川方に、寝返った長篠城、奪われた長篠城を奪還するために、武田勝頼、武田軍が出撃して長篠城を包囲攻撃していたところ、信長率いる援軍が徳川にこう連合してね、ずるっと言うと2倍、2.5 倍とも言われるぐらい戦力差のまま設楽原で決戦の上に負けてしまったというね、史実だと思うんですけども、ここでも長篠城が攻めかかっているというところですね。基本的にこの戦国武将さながらに関しては、リフのシナリオを楽しむというような、作りがどうもなっていないようなので、いくらここで奮戦したとしても結局長篠城は攻略できないということにはなってしまうんですけど、手柄とかを立てておくとこの後の戦いがだいぶ楽になるので、手もかけます。しっかりプレイしておきましょう。で、ここで次の一手ですね。全軍の視界確保を行いました。やっぱり地図上明るくなってると全然見やすいですからね。前にも話したように
少し方向音痴、いやだいぶ方向音痴って言った方がいいかな。ああ、なんで地図がね暗いとなおのことどこに行ったらいいかわからなくなる部分があるので、地図がね明るいっていうのは非常に助かりますね。お疲れ様。でここは後方からやってくる敵三部将を撃破しなさいと。残りの時間が1分30秒ぐらいになってますね。ただここはしっかり撃破してミッションクリアというところになります。お前は本当に期待を裏切られた。この辺りの武将に関してはチョコレート張りに柔らかいので、まあ一瞬で削り取れますね。危険なのがやっぱり戦勝ホンダ戦勝クラスになってくると、こちらが逆にやられかねないコンボなんかを食らうというところですからね。まあそれ以外の武将に関してはあまり気にせずガリガリゴシゴシ削っていく感じになるかなと思います。でここで石川数正とかですね、石川数正は小牧長久手の戦いの後秀吉側に出奔した家康側の重臣との重臣ですが、まあ、その出奔した理由っていうのは、ね、いくつかあるようなんですけど、まあ、その徳川の家臣内での、まあ、不仲説が一つと、あとは実は出奔したと言いつつ家康が秀吉側に潜り込ませたという説もどうもねあるみたいなんですけどね。実際のところはどちらかなんでしょうね。は勝頼を守護しつつ三蔵撃破という新しいミッションです。なので急いで勝頼のところに行きましょう。いらぬ気遣いと叱られるやもしれぬが、次の一手で、まあ、勝頼の体力を回復させたというところになります。不働きなど自慢にならん。ここに半蔵がいるので半蔵を削っていきましょう。半蔵もやっぱりちょっと固めではありますね、他の武将に比べると。とはいえ通常攻撃を削っていけば削れるので、ここはガンガン削っていきます。さらに削っていきましょう。これでこのフィーラーを撃破すれば一応この長篠城の攻略戦は意見としてはクリアになりますね。ここでナオトラがいるのでナオトラも倒しておきましょう。なんかヤフーニュースがなんかで見たんですけど、来年の大河ドラマいいナオトラ女上司のナオトラの柴咲コウちゃんが出てくるのが確かね第4回目か第5回目かみたいな感じで書かれてましたね。最初の1回目から4回目とか、まあ、それくらいまでは子役の女の子がね演じるみたいなので、柴咲コウが出てくるのは第4回目だか第5回目だか以降らしいんですけど、本当に
真田丸が終わってしまって寂しい思いをした。あとすぐ同じ戦国時代の大河ドラマが始まるっていうのは嬉しいですよね。で来年の大河ドラマが同じ状況になります。で再来年が最後高森みたいですね。もう遅いわ。すでに貴様らは織田のアギトの中よ。申し上げます、織田の大軍が間近に迫っております。長篠城間に合わなかったか。勝頼様、攻略できないうちに信長の本体が迫ってきたということで、まあ、ただでさえ劣勢、兵数の上で劣勢だった武田軍は長篠城の囲みに兵を残しつつ織田徳川連合軍にこうぶつからなければいけないということで、さらにね兵力差が生まれてしまったというのも範囲の一因だったようですね。抜かりました。ならばここで信長と雌雄を決するのみ。直ちに信長本体を撃つ。愚策です。正幸。何、何と言った正幸。信長本体到着前に長篠城を落とす、それこそが肝要だと申し上げたはずです。圧倒的な兵力差、しかも相手はあの信長、数に任せるだけではなく必ずや何か手立てを。臆したか正幸。父上に恥ずかしいと思わぬのか。勝頼様こそ今のお姿を信玄公にお見せできると本心からお考えか。やめよ正幸、無礼であろう。直ちに出陣いたします勝頼様。ああ勝頼様。もうよい正幸、ことここに至ってはやむを得まい。兄上、案ずるな。勝頼様のおっしゃった通り、武田騎馬隊が織田などに遅れを取ることはないさ。しかしそれは信長もよく分かっているはず。必ずや何かしらの手立てを。どのような罠があろうと踏み次第て進むまで。正幸、勝頼様を頼む。兄上。はい、必ず。ここから、アクションパート入っていきましょう。設楽ヶ原の戦いです。でちょっと今手柄のところね、さっと飛ばしちゃいましたけど、手柄のところでは馬防柵の中に鉄砲隊長を撃破するとかそういうのも入ってましたね。再び半蔵を撃破するというのが最初のミッションになっています。
半蔵を撃破して忍者隊長も撃破して、もう一人忍者隊長がねいますので、この忍者隊長を打ち取りに行きましょう。これで忍者隊6分の6撃破しましたね。でここでも再び名古屋で来年の大河ドラマがこの名古屋で、再来年が最後だかな、確かタイトル。あのちなみに僕の祖父がですね、西郷隆盛ファンというか尊敬していてですね、まあ、僕の名前もその西郷隆盛の隆を一つ使った名前になって、まあ、それくらいあの祖父が気に入っていたのが西郷隆盛だったんですよね。そんな西郷隆盛が再来年見れるっていうのもいいですよね。なんかやっぱりその平安時代とかのね、別に悪いとは言わないんですけど、よりかはやっぱ戦国時代幕末あたりの大河ドラマが盛り上がりますよね、見てても。でここで鳥居元忠撃破にします。鳥居元忠は関ヶ原の戦いが起きるときに伏見城を守っていたのが鳥居元忠ですね。で確かその家康の本軍が上杉征伐のために退去してこう東にね下っていく中、伏見城を死守するべく元忠は老兵と1500人ぐらいで籠城したらしいですけどね、まあ、西軍の大軍の前に踏みつぶされてしまったというのが、今出ていた鳥元忠です。で今度はここで忠勝。もうね、忠勝は攻撃力が半端ないんでね、一度コンボ食らうと例えば3分の1から半分ぐらい削られちゃうんで、サイドゲージはね、少し気にしながらプレイした方がいいかなと思いますね。で、さすがに固めです。なので自分の体力を意識しつつ、無双ゲージが溜まった時に無敵で攻撃するっていうのが間違いないかなって感じですね。なんでちょっとここからチキンプレイになるんですけど、忠勝から逃げて無双ゲージのためにかかるっていうね。まあ忠勝さえ始末すれば残りは同等でもなる。ここで戦いと無双奥義の撃破でミッションクリアです。でここで鉄砲隊を撃破しにかかります。馬防柵の中を鉄砲隊を撃破しながら進んでいくんですが、ここで丹羽長秀、スタッフがありますが滝川一馬、この3体3武将を撃破するのが2勝目ですね。
で、まずは庭長秀五郎だ。庭五郎だ長秀っていうかな。で、レギアしていきましょう。で、ここで一旦撃破を後回しにして勝頼のもとに向かいます。勝頼がね、怒られてるんですよ。ここで勝頼が敗走するとここで、ゲームオーバーになってしまうので、ここは先に勝頼の救援に来るところになります。で、ここで時間がなくなってくるんでね、急いで成政と勝松の撃破に向かいます。これで設楽原の戦いのアクションパートが終わりになります。この間です、兄は撤退を。すまん、馬鹿兵、兄はここでステイシとなる。勝頼様を、真田を頼む。そんな、兄上、正継、信綱を。勝頼様、もはや一刻の猶予もありません。直ちにお引き上げを。そんな、私は何を。勝頼様。はあ、分かった。すまない、正行。信綱、正輝を、お前の兄たちを。今は勝頼様が落ち延びることが何より肝要。この正行を必ずお守りいたします。ではここから勝頼撤退戦のアクションパートに入っていきましょう。すでに勝ちは見えてる。これで長篠の戦いの長期化戦、メインステージの最後の合戦になります。で、例によってこの後ですね、アクションパートに関しては 1.5 倍ぐらいのスピードの再生スピードにさせていただいています。武雪城の菅沼殿が退路を案内する手はずとなっております。
誰も来ないではないか。ならばこちらから向かおう。いえ、勝頼様はこちらでお待ちください。私が確認してまいります。静かすぎる。これはやはり蓋を開けてみると城がすでに落ちていて、柴田勝家が待ち受けていたんですね。地獄みたいな感じですけど、実際長島から撤退するときって、数々の重傷が爆弾ですし、圧倒的な痛手だったんだと思うんですよね。で今度は星家がやってくると。ちなみに僕はですね、何度か実験動画の中でも話してると思うんですけど、好きな戦国武将誰かって言われたら、前田利家とか真田の武士、雪村とか、武田信玄とか好きなんですよね。で、なんで好きかというと、徳川家康ファンの方には申し訳ないんですけど、家康があんまり好きではないというのがあってですね、家康を苦しめた武将たちが好きという意味で、前田利家、豊臣政権の五大老の中で唯一家康とね、こう渡り合った前田利家、病床にふけってる中、そのね、見舞いにやってきた家康を場合によってはもう差し違える覚悟で抜き身の刀をね、布団の中に隠していたとも言われている前田利家は結構好きですね。ただ花の刑事の中に出てくる前田利家が結構なんていうのかな、小物的な感じで描かれてるんで、ちょっと向こうは残念なんですけど、前田刑事、花の刑事自体はね結構好きな漫画なんで、そこは描かれ方次第なのかななんて思うんですけど、あとは今大河ドラマでやってる、言わずを知れた信じる劇団ですね。大阪の神社で家康を今一歩まで追い詰めたとも言われている雪村信じる。あとは三方ヶ原の戦いで家康を今一歩までそこで追い詰めた信玄とかね、この辺りがやっぱり好きですね。そんな年上の打ち破りどんどん進んでいきましょう。川城で逃げたか稲葉一徹、この辺りは見逃さない。この攻略戦の後、あるいはその攻略戦の最中に信長の配下に加わった武将たちですね。で、ここは勝頼に取り付いている武将たちを一掃していきましょう。鬼現場作画の上、これは後に勝頼の夜に行く武将ですね。ここで松永久秀 で、結構松永久秀も好きなんですよね。武将としてはもちろん信長の野望での武将の能力値もすごく高いんですけど、信長ってどうでしょう、皆さんすごく残念なイメージ持ってたりすると思うんですけど、この松永久秀に関して言うと2度信長を裏切るんですよね。で、1度目に関しては実はこの松永久秀を信長は許すんですよ。それほど優秀な武将だったんだろうなとも思うんですけど、あとは信長が許すかもみたいな感じだったのが荒木村重とかもね、謀反を起こした後本位にするように使者を送ったとも言われてますよね。結局荒木村重は本位せずにそのまま謀反を続けて一族を皆殺しにされた挙句、自分は
城からね脱出するということをするんですけど、この松永久秀はね、一度目は許され、二度目は茶釜平蜘蛛だったかなに火薬を詰めて爆死したとも言われてますけど、その松永久秀を倒した次は今度は蘭丸が出てきてますね。蘭丸光秀、この辺りを撃破していくシーンに入っていっています。ここでまた成政です。で関東管領になる滝川一馬ですね。まあ、あの関東管領になると言っても武田を滅ぼした後の話ですけどね。でここで、ボスキャラの光秀登場ということです。で光秀でもやっぱりその忠勝クラスに比べると柔らかい、攻撃力も低いかなって感じかな。まあ、忠勝がそれだけ抜けてる感じですね。あとはこの息子シリーズでいうと抜けてるかなと思うのが前田圭司も抜けたっていうのこれで勝頼の撤退戦になります。で最後信長が短期でやってくるっていうね、ちょっと意味がわからないんですけど、ここで信長を何度か打ち倒していくと、クリアというところになっていきます。で信長はですねダメージを与えていくと1回消えて再登場して1回消えて再登場してっていうのをね繰り返す感じになってましたね。中心として名を残すが望みか。見かけによらずよくしゃべる。命を捨てる気などない。私が守るものは。これで勝頼撤退戦、長篠の戦いの最後の戦い、勝頼撤退戦のクリアになります。なんだ信長とは。どうにか逃げおせました。お怪我はありませんか、勝頼様。勝頼様、お気を強くお持ちください。私は何ということを。父上に託されたのは、守るべきであったのは武田の名ではない。家臣を、民よ、この土を守らなければならなかったのに。そうだ、私が兄上に代わり
守っていかねばならぬものも。今度こそ武田を守りたい。そのために一心に力を尽くそう。今さらこのようなことをと愛想を尽かされても致し方ない。それでもお前の力を貸してほしい。まだ私と手を携えて進んでくれるか、正幸。というところで、今回の戦国無双はここまでにしたいと思います。次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんお楽しみにしていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。